やってみますね。54コイン、スキル4です。まあ、とりあえず2プレイくらい連続で。レディーゴブーみたいなコイン稼ぎ。できなくはないんじゃない？炎を残さないといかんからね。届け。正直消去量が多いよりも巻き込む範囲が広くなんだっけなればそれでいいと思う。マイツムが多いよりもとりあえずマイツムがばらついてサブツムをたくさん巻き込んでくれた方が伸びるよね。多分今の57の方が入ってると思うな。届か。3184。誰か覚えといて。3184ね。てか、54使って3000か。これ、スキル4なしの方がいいかもね。3000台だと多分、54の恩恵あんまないかも。まあ、低スキル？サブアカで、低スキルで検証すればいいか、そこら辺は。いやー、すぐにたくさん動画あげたいけど、仕事だからねー。まあ81消去、うん、コイン補正はないので、普通のね、普通のコイン補正はないので、ボムキャンしなければ、単純にその消去量分入ってくる感じ。マイツムめっちゃ貯めてモブキャンしなきゃ2500入らないね。サーリーブーとかの大ツム5個分で225チェーン最大すれば2500くらい入るんですけど、言ってもこれ3チェーン分3個分なので、マイツム全部やっても何チェーンだっけ？ 45×3。はい。4分40秒。
3184足す4284かける1.3引く4600割る4分あれ40秒っていくつだっけ667か1094。一応適当に2プレイやってみたけど、1分あたり1094なので、だいぶ下だね。まあ、54ありのボムキャンでやってガジェットと同じくらいか。うん、多分この感じだと、ボムキャンしない方がいいね。あとは54なしの方がいい。まあ、一回だけやってみるね。今、スキル4ですね、これ。まだブーと同じやり方2回大消去2回か毎爪をそこそこ貯めて、ただ2回目貯まる、あ、貯まるか、でも毎爪消してるだもんね。まあ、こんなもんでいっか。はい、よいしょ。どこだ？あ、3回目いけるかな？ 3 回いけるかもしんねえ。ポコ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 。いい音鳴ってんね。いけそうだね、3回。チェーン数を稼ぎたいから、毎つむ増やさないといけない。まだいける？はい。最後一気にスキル貯めたいけど、貯まるかな。あー、貯まらなかったか。2600。あ、時間計ってね。まあ、多分、1分50秒くらいじゃない？今の何秒ぐらい？もう一回やるか。じゃあ今の1分50？すごい感覚が鋭いかもしれん。もう一回だけやろう。今割と毎つむ綺麗に振ってきた方だと思うけどな。なんかあんなうまくいかなさそう。まあ、いつむ貯める。ここやって、もうちょい欲しいな。もうちょっと茶色に染めたい。ここ、ここ。いやー、まあ、いっか。あんまり時間取ると、できなくなるで。もう30秒いっちゃったもんね。で、スキルを早くための、いやー、少ないー。まあ、こんだけムラが出るよね。さすがに。いや、これ以上ちょっと待てんな。66。うわー、少ない。やるか。2000いかない。無理。はい、いけるか、2000は。2300。うん、だいたい2分か1分50秒か。それくらい？
2358。まあ、コインアップ使ったとして 1.3 倍で、500引いての、まあ2分、1282か。まあスキル3の積むに、まあこれ多分スキル3、あーでも、どうかな。必要積むが多いとスキルの回数少なくなっちゃうよね、きっと。多分スキル1、2、1、2だとスキル2回しかできないかもしれない。今スキル4でやってるけど、それでも1200しかないので、まあそんなに強くはないよね。まあ微妙なところ。